さあ第2クォーターが始まりました。群馬対島根戦、ここは素早いパス展開からイバンパ、よく木田選手対応しましたけどね。キーファラムナこの位置から、角度がないところから決めていきます。今シーズンのキャプテン、さあキーファラムナがここは一人でペイントアタック、エンドワンですね。バスケットカウント、非常に今コンタクトされた後もプレーやめてないですよね。キーファラムナボールを持ちます。スクリーンを使った、自らキーファーラベナ行った、ここはボードを使って決めていきました。個人技がされたキーファーラベナ、さあこのポゼッションはものにできず、ワイカー軍のオフェンス、さあここはダメチーム、さあここはスティール、キーファーラベナが落ち着いてレイアップ決めていきました。やられたらやり返すと言わんばかりに。さあキーファーラベナ2つ目の個人ファール、点差になりました。キーファーラベナ自分で持っていって決めました。このユーロステップはすごい、はい、コートに入ってきました。キーファーラベナからブバ、ここのピック逆をついて自分で持っていきました。1番のマーティンからキーファーラベナ、ラベナからよく入れました。素晴らしいバックアット、キーファーラベナ強い外になる、よく見てる。マーティンのスリーきました。完璧ですね。ピックに行こうかというところ、自分で行って自分で最後まで行きました。よく行きましたキーファーラベナ。さあ足が速い展開です。キーファーラベナから杉浦取りました。いいバスケットカウント、うわ今のブレイクのパスのタイミング、素晴らしい。これいいアタックでしたけどね、はい、この後の速い展開プッシュして見てますよね。杉浦がまあ走ってくるのをワンテンポ待つような、はい。